福知山道路京都府福知山市長谷新町。福知山道路は京都府福知山市長田野から同志屋新城の国道9号の4車線バイパス道路化事業である。延長 5.8km のうち 4.4km は開通済みであり、福知山市北ハワイ同志新城の区間で事業が行われている。この道路の東堀交差点から、 終点の新城交差点までは国道9号と国道175号、国道176号の重複区間となっている。福知山市内の交通混雑の間は快適で安全な歩行空間の確保、地域の活性化等を目的として国道9号の4車線化及び主要な交差点の立体化を行う5 8トルの事業である。 福知山市の福知山駅南土地整理計画事業、緑ヶ丘土地整理計画事業とともに事業が行われている。すでに福知山市町電や同士北ハワイの区間の工事は完了し、強用されている。現在は同士北ハワイ同士アザ新城の 1.4km の区間が事業中である。またこの事業区間の終点のである同士あ新庄の新庄交差点では、 合流する国道429号側が鋭角な反則交差点となっている。このため交通渋滞が発生して通行の支障になっているほか、線形が不良で歩道がなく、歩行者の安全確保が必要であるため、交差点の改良と道路拡幅、歩道を整備する事業が付近の400メートルの区間で行われている。この事業は平成35年度に終了する予定である。 近年、沿線では、ロードサイド店の出店が相次いでいる。また、東ハワイ町の路線化は、北近畿で一番高くなっている。ありがとうございます。